人類の知らない脳の秘密。人間の心はどこにありますか？人間の心が身長にあると信じる人がいます。人間の心が脳にあると信じている人がいます。人間の科学技術はまだ人間の心がどこにあるのか、そのメカニズムをまだ突き止められていません。人間の脳は心を発生させる装置とつながっています。人間の脳は心を発生させるメタヒューマノイド意識具現システムの3層のうち最も上の層にある現在意識とつながり、意識を具現しています。人間の脳は心の発生装置である無意識と潜在意識の相違とは直接つながっていません。人間の脳が無意識と潜在意識の相違と直接つながっていないので、人間は無意識と潜在意識にある情報の内容を知ることができません。考えが考えだけであるときは、その内容を私は確認することができません。感情が感情だけであるときは、その感情を私は感じることができません。意識が意識だけであるときは、その内容を私が認知することはできません。自分の意識を自分の意識で自分が認知するためには、必ず脳に作用を通じてのみ意識することができます。私の考えを私の考えで認知するためには、必ず脳に作用を経なければ自分の考えで認知できません。私の脳に作用を経った情報だけが私が認知できます。私の脳の作用を経った感情だけが私が感じられます。人間の潜在意識に保存されている情報は脳に直接つながっていないため、人間は自分自身の潜在意識に存在することを認知できないのです。私の潜在意識にある情報は私の脳の作用を経て初めて私のものになるのです。人間の無意識に保存されている情報と脳が直接つながっていないため、人間は自分の無意識相違にあることが認知できません。私の無意識にある情報は私の脳の作用を経て初めて私のものになるのです。人間の脳の作用がないということは意識活動が行われていないことです。脳は映画館のスクリーンに例えられます。心の発生装置から出た情報を映写機に例えると、脳は映画館のスクリーンに例えられます。人間の脳という多様なスクリーンに映し出された情報を人間が感覚を感じたり、象徴や記号で感じたりすることです。人間の脳は振動数が高い情報を振動数が低い情報に切り替える装置です。人間の脳は見えない世界を見える世界につなげる装置です。人間の脳は象徴の世界を記号に切り替える装置です。人間の脳は感覚を感じ、感覚を統合する装置です。人間の脳は情報を保存し、情報を記憶する装置です。心の発生装置から感情と意識の統合が行われます。心の発生装置から高度な抽象化された意識が発現します。心の発生装置から創意力と創造力が発現します。心の発生装置から無意識と潜在意識の相違にある情報が統合され、情報の整列が発生します。心の発生装置から顕在意識と潜在意識と無意識の間の情報が演算され、情報が統合されます。
心の発生装置から出た情報ごとに脳で具現部位が異なります。メタヒューマノイド意識具現システムという心の発生装置の性能がいくら良くてもこれを支えてくれる脳のスクリーン作用に問題があるなら、その人は平凡な人か何か物足りない人でしょう。心の発生装置であるメタヒューマノイド意識具現システムを正確に支えてくれる脳のスクリーン作用が支えるとき、人間は天才性が現れたり、正常な認知活動ができるようになるのです。人間の脳はメタ意識具現システムに出てきた情報が脳というスクリーンに多様に映し出された形状を分析、統合する役割を担っています。人間の脳には部位ごとに特殊な情報をスクリーンできる機能があります。人間の脳は脳の特殊な部位で継承化して記憶された情報を分析、統合する役割があります。人間の脳は心の発生装置を通さない生命現象に対する情報をコントロールする役割があります。人間の生命現象に関するすべての情報が入力され、発現する場所が生命回路図です。生命回路図にある情報を脳で正常に認知する過程を経て、生命体のセロ表紙の生命現象が現れているのです。生命回路図で具現される情報と脳で認知する情報が異なる場合には、脳の移動された認知エラーにより、様々な病気が発生します。脳の移動された間違いによって、糖尿病と高血圧症が発生します。脳の移動された間違いによって人間の多くの病気が発生します。脳の移動された間違いによって人間の病気は天によって管理されます。脳の移動された間違いによって人間の性格障害が現れます。脳の移動された間違いによって人間の感情障害が現れます。脳の移動された間違いによって人間の精神疾患が現れます。脳の移動されたエラーを通じて人間の努力が天によって作られます。脳の移動されたエラーを通じて人間の構成が天によって作られます。脳の移動されたエラーを通じて人間の矛盾が天によって作られます。時に縁があって、ウデカ・チム・ジョーがこのメッセージを記録で残します。2021年2月13日、ウデカ。